店長のおすすめは何ですか？はい、おすすめはね、肉カツ初めてですか？はい、今日はヤバトンっていうところに来てます。名古屋名物の味噌カツが食べれるところです。今はアメリカから大阪に帰ってきて、大阪から名古屋に来てくれた友達と一緒に名古屋観光してます。はい、ジャパンって呼んでます。ジャパンです。はい、大阪出身です。メニューは最初、牧場リブ鉄板とんかつ定食。あ、鉄板で出てくるんだ。おすすめって書いてありますね。これは鉄板じゃない、お皿に乗ってくるリブと、こっちはわらじとんかつ。あ、とんかつ2枚あるんだ。どれにしよう。これはヒレとんかつ、油が少ないですね。こっちがロースとんかつ。はい、はい、味噌カツ丼定食。丼のページですね、これ。あとは、あ、これ取り扱っておりません。ないみたいです。あとは定食がありますね、いろいろ。とんかつとかエビフライとかいろいろ食べたい人はこの辺がいいかもしれないですね。あとは一品料理で、これは単品で頼めます。あと飲み物とかあります。どれにしますか？決めた？どうしようかな。一番定番は何ですか？定番？やっぱこのおすすめのさ、これこのおすすめ。こっちも伺いますか？はい、あ、はい、そうですね。あの、店長のおすすめは何ですか？はい、おすすめはね、味噌カツ初めてですか？はい、初めてなんですよ。初めて。遠くから。あ、大阪から来ました。じゃあね、使ってる味噌は全部同じなんですけど、はい、鉄板のとんかつだと、お味噌ジューって目の前でかけさせてもらって、香りも楽しんで、はい、で、キャベツもお味噌で香ばしく、ちょっと焦げた感じで食べたことない感触かもしれない。この2つ、特におすすめです。わかりました。じゃあ、牧場オリーブ鉄板とんかつ定食、はい、お願いします。ね、お肉の違いで、はい、脂身のないヒレとジューシーな脂身が売りのものなんですけど、こっちでいいですか？あ、はい、ジューシーが大好きなんで。わかりました、ありがとうございます。絶対ご満足いただけると思います。 ありがとうございます。失礼様。私は、次のページの、はい、すいません。私はこっちのリブとんかつ定食、はい、鉄板じゃない方の牧場オリーブですね。はい、はい、男性の方、ご飯大盛りしておきましょうか。あ、お願いします。はい、お疲れ様。あ、私は普通で大丈夫です。はい、他はいいですかね。はい、ありがとうございます。この番号札で少々お待ちください。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、順番待ちです。じゃあ、皆様もお待たせしました。番号札いただきます。はい。ごめんなさい、カウンターのご案内ですけどいいですか？あ、はい、大丈夫です。だそうです。ありがとうございます。カウンター席に来たらすでにおしぼりとお箸、それからお茶がありました。はい、あ、来てます。わー、はーい。パンとキャベツをお代わりできます。ありがとうございます。いただきます。いただきます。おいしい。とんかつどうですか？おいしいです。なんか味噌の甘みがこう今まで食べたことがない味でおいしいです。あんまり甘いとんかつ食べたことない。確かに。だから確かに甘いかもしれない。とんかつ食べるときに何かけて食べるの？ソースか、私は個人的にポン酢。あ、ポン酢？あの、おろしポン酢が好き。おろしポン酢美味しいよね。うん、美味しいです。私の家族は、はい、ソースかおろしポン酢か、うん、味噌。あ、やっぱ味噌。上にかける、なんかつけて味噌、かけて味噌っていうのがあるんだけど。何ですかそれは。おでんとか、ナス焼いたものとか、とんかつとかにかける味噌。何でも合うんですね。そう、何でも合うの、美味しいの。キャベツおかわりできるんですね。あ、キャベツおかわりできる。ちょっと。あ、そっか。
完全にご飯だけかと思ってた。じゃあ別に大盛りじゃなくてもよかったのかな。大盛りにしておきますね。確かに。いい店長さん。優しい。すごい優しい店長さん。お茶入れますね。はい、お願いします。失礼いたします。ごめんなさい、今回しました。じゃあ僕も、はい、完食しました。美味しかった。お腹いっぱい。ありがとうございます。ありがとうございます。3900円。はい、お支払いもお渡しましょう。クレジットカードでお願いします。駐車場の利用はありますか？はい、今の駐車場止め、はい、はい、じゃあ、カードお願いします。はい、まずこれ、駐車場の割引券でございます。はい、駐車場のご利用方法は、いえ、ナンバープレートを読み取ってますので、はい、車に戻る前に、車内の事前精算機でナンバー入力してください。あの、4桁さん。画像出てくるんで、間違いなかったらそれをピッとかざしていただいて、はい、出てるときは何もしないといけません。ありがとうございます。ここは名古屋ドーム前のイオンの、ヤバートンでした。はい、とても美味しくて、店長さんがとってもフレンドリーでしたね。美味しかった、はい、美味しかったです。美味しかった、美味しかったです。よかった、名古屋飯食べれて。いや、本当に本当に、ね、有名ですから。ただ、あの、一個問題があって、あのさ、はい、駐車場ナンバー入力するって言ってたじゃん、はいはい、ナンバーレンタカーだから全然覚えてないんだよね。どうしよう。あれ、こっちから来たっけ。いや、多分駐撮りたいからみたいな。ごめんなさい。いいね、方向音痴。でもな、はい、これから犬山城下町に行っていろいろ見てきます。はい、楽しみ楽しみ。私も行ったことない。車の生産機です。この割引券もらったので、え、どれ、生産4じゃないですか、これ。8。すごい、すごい、初めて見ました。すごい、どうなってるんだろう。すごい。すごいね。ハイテクです。はい、終了。はい。